こんにちは、茂木和也です。今回はキッチンのコンロの奥にある排気口の掃除をしていこうかなと思っております。前回掃除したのが年末の大掃除の時だったので約4ヶ月ぶりの掃除となります。では掃除に入る前にまず専用のブラシを作りたいと思いますので、そのブラシを作るところから始めていきますね。それでそのブラシを作るために必要なものなんですけれども、まず割り箸2膳、そして輪ゴムが4つ、あとペーパーですね、これ洗って使えるペーパーである、このペーパーをまずは半分にカットして、はい、こんな感じにしまして、そしてさらに半分にカットします。このようなサイズのものを4つ作りましたけれども、サイズは適当でいいです。要はこの割り箸を割って、ただここにぐるぐる巻くだけですからね。では巻いていきますね。半分に折った方がいいですね。半分に折って、そしてぐるぐると巻いていくと。で巻いたら付け根を輪ゴムでしっかり巻くだけですね。ここはしっかり巻かないと、これを使って掃除をするわけですから、途中で落ちていっちゃうと大変ですからね。落ちていかないようにしっかりこんな感じで、これをもう3本作っていきます。そんなに汚れが頑固ではないと思うんですよ。前回は1年ぶりに掃除したんですけれども、それでもそんな頑固でなかったんで、何を言いたいかというと、1年以上、2年とか掃除していないと、こびりつきが非常にひどいので、ペーパーだけでは汚れが落ちてくれないケースがあります。そんな時は、ペーパーじゃなくて、固めのスポンジを巻いたものをですね、作るといいんですよね。以前やった時に、3M の7447という固めのスポンジをですね、同じように割り箸の先にくくりつけて、ブラシを作ったんですけれども、もしここの汚れが絶対頑固だというふうに思うのでしたら、そちらの方の動画を参考にされた方がいいかもしれませんね。今回は多分頑固じゃないというふうに思いますので、ペーパーでも十分落とせるのかなと。もちろん洗剤は使わないと落ちてくれませんので、どんな洗剤を使うのかもこの後ご紹介しますけれども、4本作りました。で、使う洗剤のご紹介ですが、今回は、はい、こちら水の激落ちくんアルカリ電解水、これを使っていこうと思います。コップ2つ用意しましたけれども、1つのコップにたくさん入れるのではなくて、2個とか場合によっては3個4個、使い捨てのコップとかの方がもしかしたらいいかもしれませんが、そのようにした方がいいです。なぜかというと、こうやって洗うとですね、ここ真っ黒になるじゃないですか。さらに液をつけたい時に入れると、この液が真っ黒くなるんですよね。それが結構嫌なので、数作って綺麗な状態で使えるようにするというやり方をすると、こっちも4つありますからね、掃除しやすいのかなというふうに思いますね。で、さらにこのアルカリ電解水の洗浄力を上げたいので、こちらこれ綿雪水石鹸という無添加水石鹸なんですけれども、これちょっと入れると、この石鹸についてはこれじゃなくてもいいんですよ。無添加の水石鹸っていろいろあるじゃないですか。そういったのを入れて作られてもいいでしょうし、アルカリ電解水の方も水の激落ちくんじゃなくても別に何でもいいです。なんでアルカリ電解水と無添加水石鹸を使っているのかというとですね、仮に液が残った時に安心安全なものですよね。汚れ落ちがいいからといって、強めのアルカリ洗浄剤とか合成界面活性剤が入ったものですと、すっきり拭き上げないとちょっと気持ち悪いところがありますよね。ましてや料理をする機器ですから、なんか洗剤が残っているという状態は嫌なので、残っても影響がないもので洗っていきたいなということで、こんな感じでアルカリ電解水と石鹸を混ぜてですね、洗浄液をいつも作ってるんですよね。では掃除の方を始めていきます。まずはこのフィルターを取りまして、そして汚れがすごい溜まるところってここだけなんですよね。ちなみに我が家のこの IH コンロはパナソニック製です。こことかも穴あるんですけれども、こっちの方の穴は汚れがついていないんですよ。カメラを近づけてお見せしますね。こんな感じで一番左の穴は汚れがそんなないんですよね。同じく一番右側もですね、そんな汚れていないんですよ。まあ汚れてはいますけれども、ここと比べるとですね、全然ですよね。はい、こんな状態ですから、なんかゴミ溜まってますね、下に。これも取っていきたいと思います。では先ほど作った洗浄液に含ませまして、まずはこう塗りつける感じで、あっという間に汚れてしまいました。
汚れがひどくこびりついている場合はですね、最初にヘラでこそげ落とした方がいいんですよね。その時便利なヘラが無印良品のヘラです。非常に便利です。長くて太くて持ちやすくてですね、しっかりこすって、さらにここに溜まったですね汚れもこうすくい上げるにも便利なんですよね。この程度だったらヘラ使わなくてもこのペーパーだけでもだいぶ取れていきますので、だから汚れの程度によってですね使う道具も変わってきますよね。頑固だったらまずその無印良品のヘラでこそげ落としてから、でそれでも落ちきれない場合は固めのスポンジを割り箸に巻いたものでこすっていくと、もちろん洗剤つけてですね、で仕上げに水拭きするときにこれ使えばいいですよね。そういうやり方になりますよね。ちょっと途中経過お見せしましょうか。はい、こんな感じ。引き続き掃除をしていきます。先ほどお話したのがこのぐらい汚れてですね、この綺麗な洗浄液にこうやってまた息を含ませたい時に汚れてしまうということで、一つにいっぱい作るよりも少なくして何個かのコップに入れた方がですね綺麗な洗浄液を使えますから、そっちの方がいいのかなと思います。アルカリ電解水は pH12.5 ですから、かなりアルカリの働きが強くて汚れが落ちてくれるんですけれども、さらに石鹸を加えることで、石鹸も立派な界面活性剤ですから、界面活性作用が使えるということで、2つの働きでここの頑固な固まったこびりつき汚れを落としていくというやり方になりますよね。一旦カメラを止めて洗っていきますので少しお待ちください。はい、だいぶ落ちたようですので、もう一度カメラを近づけてお見せしますね。はい、こんな感じで汚れはついていますけれども、こびりついた汚れは大体落ちたのかなといった感じがしますね。この突き当たりのところもステンレスのシルバーの色が出てきてますし、反対側もそうですよね。ちょっと残ってるところありますけれども、でもほとんど落ちているような感じですので、今度は拭き上げていきます。はい、拭き上げるために今度は新しい方、乾いた状態で拭き上げていきますね。残った洗剤と汚れをこう吸い込ませて拭き上げていくといった感じですね。はい、こんな感じで汚れが取れましたので、今度は新しいのに変えまして、このペーパーのところを水で濡らしていきます。はい、水で濡らしてきて固く絞ってきました。これで水拭きをしていきます。はい、これで終わりですね。ではカメラを近づけてお見せします。はい、どうでしょうか。ちょっとは残っていますけれども、だいぶ綺麗になりましたよね。ちょっと明るくしますね。はい、明るくするとこんな感じ。端っこの方はどうしてもなかなか落とせないところありましたけれども、でもかなり綺麗にすることができました。手前側、奥側、横のところちょっと残ってるところもありますけれども。はい、ということで今回は排気口の中の掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。実際に掃除をやってみての感想としましては、今回は前回から約4ヶ月ぐらいしか経っていないということで、それほど汚れが頑固になっていないのかなと思って、それでペーパーを巻いた自作ブラシだけで掃除に挑みましたが、ちょっと大変でしたね。思ったより頑固に育ってました。なのでやっぱり固めのスポンジを巻いたものもですね、一つ用意しておけばよかったのかなというふうに感じました。私が固めのスポンジで自作ブラシを作るとしましたら、 3M の7447という研磨力の高いスポンジを小さくカットして割り箸につけて作っています。で、今回の掃除のポイントは、この中がですねやっぱりだいぶ汚れていますから、使い捨てで使いたいじゃないですか。ましてやここの掃除をする専用のブラシっていうのもそもそもないので、そういったところも考えると自作ブラシを作って挑むと。で、その自作ブラシも多めに作った方がいいです。はい、掃除の途中に足りなくなったら大変ですからね。あと使う洗剤、どうしてもここの中ですからしっかりすすげませんので、私の場合は洗浄剤が残っても安心できるものを使って掃除をするようにしています。ただ安心できるというものは洗浄力がそんなに強くないものがほとんどですので、安心できる中でも洗浄力が高めのものということで、まずアルカリ電解水ですよね。でさらに今回は水石鹸を混ぜて少しでも洗浄力を高めて掃除
掃除をするというやり方でやっております。以上の2つがポイントということになりますが、こびりつき汚れのひどさによって用意するブラシが変わってきます。そんなに頑固じゃないということであれば、今回のようにただペーパーを巻いたものだけで十分だったりしますけれども、ちょっとひどそうだなという場合は固めのスポンジを巻いたものを何本か用意するとか、さらに頑固そうだということでしたらヘラがあると便利なんですよね。でおすすめなのが無印良品のヘラです。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube